なんでですか？1週間も特訓する時間があって、はい、パラッパラッパーの一面もクリアできないってのは君致命傷だよ。いろいろ考えたんだけどね、俺ね思った、はい、君はあれだ、あのわざとだろ、この番組をやめたくてわざと特訓しなかったんだろ。違います、私毎日ちゃんと頑張ったんですよ。いやどっちにしても問題だもん、どう考えても。頑張ってもクリアできないもん問題だし、頑張らないでわざと番組を下ろされたいと思ってるのも問題だし。下ろされたいなんて考えたことないですよ。大問題、聞いてみる？大問題ですよね、こいつね。なんでですか？私頑張ってんですよ、ちゃんと。じゃあちょっと一般の方に聞いてみる、はい、川村さんの問題はどういうところでしょうね。ほら、的確、不害者なのにすごい的確。君全然ゲームのことを分かってないもん。そんなこと言わないでください、私だって頑張ってんですよ。お前そんなこと逆切れされてもな。私だって頑張ってんだって、頑張ってできられたらやめてもらうしかないんだよ。やだー。てなわけでやる気だけはある川村を今回はレトロゲームで特訓、そして特別コーチも用意。待ってますよ。ありがとうございました。そう、今回の特別コーチはナムコの林ゆきとさん。あのドラゴンバラーのプロデューサー兼プランナーのお林さんは、実はレトロゲーム攻略の技術と知識にかけては業界屈指のゲーマーなのだ。ずっとドラゴンバラーなんだ。わかった、よろしくお願いします。いやそういう細かい宣伝は特に入れてね。ドラゴンバラー好評発売中だから。この後懐かしゲームが続々登場だ。この番組はアスキーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。すごい。今回はベイグランドストーリーの最新情報を入手。完全制覇を目指せグランツーリスモ2。大攻略ポケモン金銀もついにエンディングへ。これにお任せ、週刊ファミ通。ファミ通ドリームキャスト、シェンムー三昧5大特別企画、別冊100ページ丸ごとシェンムー。他にもポスターシールなど付録がついてくる。ファミ通ドリームキャスト2月号好評発売中。ゲームボーイカラー。ポケモンって RPG だったんだ。捕まえた、みっけ。え、どっちに行こう。すっごい初めてなのに懐かしい。あ、そんな旅に出会えるの。行け。これなんだろう。かわいいポケモンとロールプレイングゲームの旅へ。かわいい。ポケットモンスター金銀、あなたも始めてみませんか。まずはシューティングゲームの基本ということで、スターフォース、これね。まずは1984年頃にアーケードで人気だったスターフォース。シューティングの王道を極めた作りはまさに初心者川村にうってつけ。15年前のゲーム。15年前のも最高ですよ。だからそれぐらいからやっていかないと、いきなり現代は無理だって分かったから、はい、ゲーム。15年前のゲームならまだ単純だから、川村やってみろ、やってみろ。見てみ、な、何？お金。お前の金でやるに決まってんだろ。人の金でやったら全然うまくなんないんだよ。自分の金を入れてその100円玉をどれだけ長持ちさせるか。そういう方だろ。ということでもちろん特訓は自腹。両替を完了し早速特訓スタート。とにかく来た敵を撃てばいいだけ。これで撃つんですか。これで撃つだけ、はい、しかないんだ。えでもああ何やってんのお前。お前前前前大したもんだろ。ああ、てか15年前のゲームでさ、はい、今時悲鳴が上げられるっていうのが羨ましいね。何もエキセントリックなことは今何も起こってないのにもかかわらずね。当時は一生懸命爪伸ばして、うん、それでも削れるもんだから、うん、あのアロンアルファとかで固めてやってたんですよ。すごいよ、大リーガーみたいでしょ。ああもう取ったよお前。頭に来た、頭に来た。ああああ、弾来たら避けてくれると。敵を見て避けながら撃つ基本だから。何にも怖いことないから。え、何を撮るんでしたっけ。どれ、ね、たまにパニック。 あ、これですね。ちょっと待ってお前、解説できない。あれ、ね、あれ100円なくなるまで多分ね、編集なしで見せられるよ。はい、次の100円。うまくなるまで入れろ。はい、これとにかく撃つ、こいつは。危ない危ない危ない。あ
もはや言葉も出ない2人。そしてちょっとお金取らない、やめてください。ごめんごめん、細かいなかったからさ。やっほー、死んじゃった、ほら死んじゃった、真面目にやらないから。なんか2人をやろうよ、2人を。仕方ないので川村のお金で遊ぶことに。2人が挑んだのは1980年の名作ツインビー。2人同時プレイが楽しいシューティングの古典なのだ。よっしゃー、やっぱツインビーだな、二人仲良くなるもん。いや、もうやだ、このゲームばっかりやってる。この後ついに川村が、浜さん光のすげーいい話。今日はね、おはがきいただいてます。はいはい、浜さんに聞きたいことがあります。ズバリ FF9 の情報を教えてください、うん、FF9 はいつ頃発売されるのでしょうか。いつなんですか。9はこの間新聞の報道がありましてですね、うん、ドラクエの7が、12月から、伸びちゃったじゃないですか、うんうんうん、で、おそらくスクエア的には年度内に出るんだろうなと思ってるんですよ。その影響もあって、ちょっと来期伸ばしましたということを言ったんです。ということはお前今期に出すつもりだったんだっていう感じですよね。じゃあもう3月ぐらいにはもうできてたってことを。そうなんですよね。振り返ってみるとですね、デジキューブっていう会社ありますよね、うん、あそこのホームページに一時期今期内にこれだけの売り上げを出しますっていう数字を出したんですけども、うんうんうん、その数字があまりにも大きかったって不思議に思われたことがあったんですよ。これは 300-400万本売れるソフトがもう一本出ないと達成できないぞっていう、どう考えても足らんでっていうことで聞いた時に、うん、あの弊社のビッグソフト の続編みたいなことはチラッと出て、まあ、出るんだということはゲームファンよりも株主の方がたくさんしてたっていうね。あ、ましてあのゲーム業界も大きくなってて株主さんとか、うん、その動くお金も大きくなってるから、そうですね、そういう目標収益みたいのを発表しますもんね、そうです、そうです。その段階ではどうも今期内にやっぱり出るという出そうとしてたことはもうほぼその発言とその収益目標を見てると間違いなさそうだと、うんうん、8が出たのって去年ですよね。そうですね、去年の初めですよね、うん、ってことは8が出てから1年足らずで9がすごいですよね。実際もうあれだけのプロジェクトになると、うん、彼らが一番素晴らしいと思われる、現状一番素晴らしいと思われるものがファイナルファンタジーだという、うんうん、それぐらいのところまで来てますよね。かつてはクリスタルが出るとか、うん、アクティブタイムバトルがあるとかいろいろあったんですけども、今回もう全然それを突っ飛ばしてるんですよね、うん、今までだったらそのストーリーが一緒だからこれはファイナルファンタジーシリーズだったんだけど、これからはスクエアが今提供できる一番最高の技術のゲームのことを、うんうん、ファイナルファンタジーと呼ぶんだに近いと。僕はねそう思う、ファンタジーじゃないし、もうそうだよね、だって8って学校のシーンとかそうそうそう、ね、結構ね、別にファンタジーじゃないもん。それだけのものだとしたら、別に一人の作家がドラゴンクエストのようにね、一、うん、人の作家がこうずっと作り続けていくものであって、あ、その必然性ないじゃないですか。その時の技術でこっちはこう作るし、こっちはこう作るしという形で作品を供給していくこともできるわけですからね、うん、構想を3年とか4年とかいう作品多いし、実際あれぐらいの作品だとそうなるんですよ、うんうん、でもそんなこと言ったらもうね、やっぱり会社というのは、うん、その期ごとにお金を稼がなきゃいけないわけですよ、売り上げとして。もう全然ファンタジー色のない話になってくるからね。申し訳ない。いやいや、でもそうだと思いますよ。ですからやっぱりその株主のためのことを考えると、やっぱりそういうふうな生産ラインでそれでも満足できるものができればいいじゃないかというふうな作り方は僕は賛成ですけどね、うん、微妙なのはそのなんてゲームっていうもの自体があまりにこうものすごいお金が動くようになってきちゃってるじゃないですか。そうですね、大きな産業になっちゃってるから、うんうん、今までみたいにちょっと趣味の延長線上でゲームを作るとかそういうことではないし、うん、すごくアーティスティックなところはあるけれども、やっぱり商業ベースで動いてないと、うん、そうですね、うん、それお金もかけさせてもらえないし、そうです ね、うん、寂しい話なのかもしれないんだけど、当然そうなりますよね。そうなりますね。だって何百人という人が関わってるもう一個のプロジェクトですもんね。そう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 。じゃあナインは本当に遠くないですね。このコーナーでは質問疑問を大募集。おはがき待ってます。二人で協力してるっていう感じがこれぐらい。ちょっと何やってんですか二人でも。ツインビー。いや、私にゲーム教えに来たんじゃないんですか。なんか飽きたから他のゲーム教えて。あの後ろにあるさ、スパルタイクスやれば。なんあれ、あれ格闘ゲームの感じだ。あれあれあれ、捕まえたらレバー勝ちで逃げてくださいね。そう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 。もうそれしか言えない。あれはもう色が変わった時しか当たり判定ないんです。あ、そうなんだ。全然ですよ。なんなのこの人が。イエーイ。続いて川村が挑んだのはスパルタン X。 ジャッキーチェンの同名映画が原作のまさに格闘ゲームの原型ともいえる作品なのだ。やめてあのゲーム、悲鳴上げるようなゲームじゃないんだよね。
と一緒に競わせることができる旅下ならではのプログラム。全国3万頭の応募の中から激戦を勝ち抜いた6グレード108頭による決勝大会。まずはマイル戦。心配なんですよ、自分で作ったゲームなんでね、ちゃんと盛り上がって ここで本当にね、番が出ちゃったらどうしようとかね、ドキドキしたりして、で、まあ、いつ毎回盛り上がって本当に楽しいです。で、次の、まあ、次回作なんていうのも皆さん気になると思いますけども、とりあえず今パソコンのですね Windows 版で作ってます。で、なるべく、来年の早い時期に出せればいいなと思ってますので、そちらの方も皆さんよろしくお願いします。続いては本物のバス釣りが楽しめるこちらのソフトの最新映像を入手。ルアーの動き、 3D スティックの操作感はまさに本物の釣りさながら。季節や天候によって変化するバスの居場所を推理してアルミボートを移動しながら大物を釣り上げるのだ。水上と水中を同時に見られるシステムもついてやりやすさも抜群。バス釣りファンなら絶対チェック。最後は今週発売の注目作、可愛いキャラとメルヘンチックな世界観が楽しいほのぼのシューティングゲームが新登場。爆弾や落ちてくる岩をコルク弾で撃ってテクテク歩く主人公ボーを守りゴールまで誘導していくのだ。難易度調整もできるから家族みんなで楽しめる。6人の男女を引率した主人公になり、謎の館で次々起こる事件の謎を解き全員を無事に連れ帰るアドベンチャーゲーム。選択肢やプレイ回数によって物語はどんどん変化。時空を超えた怨念渦巻くストーリーは恐怖満点なのだ。暗い空間を駆け抜けながら音楽を完成させるアクションゲーム。6種類の楽器を表す音楽パケットをキャッチして君だけの音楽を完成させよう。音のパターンもたくさんあって凝った曲作りも思いのまま。サンプリング機能も超充実。人気フライトシミュレーターにファンディスクが登場。今回熱いリクエストに応え名機 F104J が登場したり、新ミッションが採用になったりと新機能も多数搭載。ユーザーから応募された名作リプレイデータも入っているのだ。綺麗なグラフィックと多彩なアクションで全米で大ヒットを記録したアメフトゲームが日本上陸。 NFL 全31チームの選手が自分の思い通りに反応する操作性はまさに感動もの。本物の実況や観戦も入っているから臨場感も最高なのだ。電車でゴー。電車を運転する人気シミュレーションゲームの最新作、
今回最初から北新幹線小町が運転できたり電車を連結させるミニゲームがついていたりと楽しさパワーアップ。ドリキャスならではのグラフィックを満喫しながら全国19路線を走破しよう。第1系統進行。今回はベイグランドストーリーの最新情報を入手。完全制覇を目指せグランツーリスモ2。大攻略ポケモン金銀もついにエンディングへ。これにお任せ週刊ファミ通。月刊ファミ通ブロス。いよいよ2、3年。ミレニアムということで3大付録をつけちゃうぞ。他では手に入らないレアなグッズが盛りだくさん。2、3年も月刊ファミ通ブロス。お年玉でコミックスもゲットだ。スポーツゲームの歴史が変わる。 This is football。 このリアルさは半端じゃない。 Dreamcast。 Crazy Taxi Ride On。 Dreamcast。 川村の熾烈なレトロ。続く。しかしなんでこんな簡単に終わっちゃうの。よし、今日はせっかくだからいろんなゲームをやろう。あとなんか他におすすめのゲームはないんですか。あ、もうない。えぇ、ー、何おすすめのゲーム。あのルパン三世。ルパン三世。うわ、カブラ、うわルパン三世。お前がおすすめとか言うから終わっちゃったじゃないかよ。何のために来てると思ってんだよ。なんで私のゲームを。今日は私のゲームへの道じゃないですか。そうだ、普通になってるから。ジンビーで仲良しになろうの回じゃないんだ。違う、全然違う。噂が氾濫するゲーム業界。人々の期待と不安に噂だけが一人歩きを繰り返す。その真実を求め、この男たちが立ち上がった。敏腕記者柴田、そして名カメラマン山崎。アンタッチャブルのゲーム界噂の真相。今回の噂、お年寄りに大人気のゲームがあるらしい。あの年齢いった方々が食いついてるゲームソフトがあると。何ですかそれ。どういうゲームですか。そのゲームはですね、こちらです。歌舞伎なんとかゲームとか。ババン、桃太郎でって。ご存知、桃鉄シリーズの最新作がこちら。スゴロクという分かりやすく馴染みのあるルールがお年寄りにも受けているのだろうか。早速町のご老人に聞いてみると。ゲームスコアってやられたことはない、うん、ない、はい、違う違う。お母さんはやらないですか。やらないです。知ってる。あ、え、知ってます。あのゆうくんたちやあれで知って。子供がね、孫やられたことは。私やらない、やらない。町のお年寄りの反応は今一つ。噂はデタラメなのか。ハドソンが言ってるらしい。ハドソンが言ってるんだよ。こうやってこれ大人気だって言ってさ、桃太郎電鉄がさ。いや、もう切れたよハドソンだよ。ハドソン行こうよ、文句言いに。よそこで噂を教えたハドソンへ鼻息も荒く乗り込むことに。失礼します。あれ、アンタッチブルです。どうも。今回ハドソンさんがですね、出されてる、うん、あの桃太郎電鉄。言ってやって、はい、言ってやって。このゲームがご老人に大変人気があるということで、私たち調べに行ったんですが、もう全く人気ありません。言ってやって。なんてことをしてるんですか。全然ないんです。あれ、ガセネタです。老人に人気があることを証明する VTR があるというので、はい、一緒に見てみることに、はい、するとそこにはたくさんのお年寄りの姿が。そして視線の先に見えるのはなぜか桃太郎伝説の紙芝居。実は昨年都内の老人ホームで披露して以来、各地で大人気となっているのだ。紙芝居を、そうですね、見せてもらうわけなんですが、どうみたいな、これね、これでございます。このデビルがですね、悪そうな面ですよね、これ。ほっといてください。白木さんね、人相は悪いの。内容は昔話、桃太郎をベースにしたオリジナル。金太郎、浦島太郎、夜叉姫などおなじみのキャラクターが閻魔大王を退治に出かけていくお話なのだ。話をするのは桃太郎の役目。では鬼は何をするのかというと、さあ、この白い箱は一体何でしょうかというのが今回の問題です。さあ、皆よく考えてくださいね。鬼の役割分担がいまいちよく分かる。質問の鬼ですね。質問の鬼です。わしら鬼が自然など破壊はせんのだ。よい、怖い。カメラ見てんのよ。紙
芝居の最後は閻魔大王を退治した桃太郎が鬼たちと仲良くなり、世界にも平和が戻り、めでたしめでたしというもの。ということで、今回の噂はなんと桃鉄ではなく桃太郎伝説の紙芝居がお年寄りに大人気だったのだ。みんな、はい、幸せに暮らそうぞ。結婚されてるんですか。おかげさまで。なるほどね。すいません。あんまはしゃいでってんだから、ね。すいません。六四。5匹で技決めた。ニンテンドードンキーコング64メモリー拡張パックとセットで登場。ドンキーコング。ファミ通ドリームキャスト、シェンムー三昧5大特別企画、別冊100ページ丸ごとシェンムー。他にもポスターシールなど付録が付いてくる。ファミ通ドリームキャスト2月号好評発売中。月刊ファミ通ブロス、いよいよ2000年ミレニアムということで3大付録をつけちゃうぞ。他では手に入らないレアなグッズが盛りだくさん。2000年も月刊ファミ通ブロス、お年玉でコミックスもゲットだ。 この番組はアスキーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ナムコのゲームないの。ナムコ、あれこれナムコ。続いてはかつて源泉で一世を風靡したナムコのスプラッターハウス。今から17年も前の作品なのだが、なぜか伊集院がプレイをしだした。パンパン、すごいね。これ大丈夫かよ。これスサリンにやばいでしょ。リンリンから最近はもう出せないタイプのゲームだね。丸々やっぱり何、お林さんとしては、はい、やられた。これなんかも何新しくしたいの。そうですよね、やっぱリメイクでもやりたいし、プレイステーションとかプレイステーション2でもう一回完全移植ってことですよね。でも昔よりも全然グラフィックがすごくできるから。そうですよね、多分売れないね。おお、こんなもうかまれて、あれカムラは、あ、そういえば今日の企画って河村の特訓の企画だから。で、私も呼ばれたんですよね、近く。そうだよ、はい、懐かしいナムコゲームで遊ぼうじゃないから。はい、これどこ打ちとんの。うわ、なんかわけのわかんないゲームやったのこいつ。実はこちら1986年登場のサンダーセッター2はスコープをつけると立体映像でプレイができるナムコ初の 3D アクションだったのだ。いや、このゲーム最高。サンダーセプター最高かもしれないけど、すすね、ちょっと待って、はい、何個かツッコミどころがあるのね。一つはテレビに映しづらい。映しづらい。これ第一のツッコミどころね、はい、で第二のツッコミどころとしては、このゲームをいくら基本として頑張ったところで、なんていうのかな、ここから進化したものがないんで。ないですよ。ナムコも 3D のこの被るやつってこれだけなんですよ。もうやめちゃったんだって。いや、とんでもない。まずゲームはね、楽しんでね、自分から楽しむ気持ちが大切。で、ちゃんとお前はこのゲームを今、頑張って一面クリアしたことで腕は上がってるわけ。これはね、ちょっとね、一面クリアしました。なんか自信ついてるわけ、ちゃんと。自信ついて、しかも面白いから最高。もう最高。ちょっとそろそろ新しいゲームやりません。うわ、大きく出たよ、こいつ。新しいゲーム？新しいゲームやりません、ね、かなりグー、グー行ってみようか。なんか新しい、これこれやろう、これやろう。てなわけで、今度は今話題の職業芸パワーショベルに乗ろうでタスク。誰でもクリアできる練習モードをプレイすることに。ある意味もしかしたらリブルラブルの進化系ですね、これね。上げるソード出て方向を戻す。あ、じゃあレバー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 、あ、上げる、開ける、OK。あれ、なんか漏れない。開ける、これを右、それ違う、これ右、そうそうそう。っていうか、天気を操作してるお前を俺たちが操作するゲームみたいになってるから。もう、これで上げる。上げると、隠れちゃうの。やめー、っていうか、ごめん、これさ、多分さ、操作の仕方を覚えようっていう段階じゃないの、もしかして。なんでこんなのできないの。せっかくさ、ここまで来たのにさ、何にもならないで帰りますとはいかないんで、あの、お前このゲーム気に入ったんだから、じゃあ今日はね、
このゲームのハイスコアに名前を刻むまで無理です。無理じゃなくて、で一応カメラスタッフもお林さんも撤収するから、あの奥とりあえず証拠のためにその VTR 撮ってて、でそういうことでね、やだ行かないで、お林さんまた他にもゲーム出てくるんで、ちょっとハイスコアやって無理、大変ですね。ああいうアシスタントさんってお林さんも一緒に番組やろうか。あ、いいんですか。それからアシスタントなんか女性って決まりらしいんで、はい、1個切らなきゃダメですよ。あちやー、あじゃあ切りますよ俺。モロッコ行ってきますよ。あ、わかりました。じゃあモロッコから帰ってきたら川村と交代って。そうですね、では7時の便間に合いますんで。またわかりました。じゃあとりあえずアシスタント代わりに一緒にまた来週を。はい、はい、じゃあまた来週。次週はバイオシリーズ初の体感アクションがついに登場、バイオハザードガンサバイバーを徹底大特集。これはもう見逃せないぞ。今夜もファミ通より攻略本レジェンドオブドラグーン公式ガイドブックとそのソフトをセットにして5名の方にプレゼント。そして番組特製クオカードプレゼント、全国提携の加盟店でご利用いただけるこのクオカードを10名の方にプレゼントします。番組の最後は人気ゲームトップ10。Weather Break。 関東地方の今日のお天気です。全般に晴れるところが多いでしょう。東京は晴れ、神奈川も晴れでしょう。